で、コンビニ行って風俗行ってくる。風俗行っていい？せーの、スイートのよしあきそ、おだです。はい、ということでですね、皆さんおはようございます。今日はですね、ヒカルにかなりヤバいことを仕掛けたいと思います。今日は何をしていくかと言いますとですね、彼氏が大人のお店にこれから行ってくるってさりげなく言ったら、彼女を果たしてどういう反応するのかというですね、結構シンプルめなドッキリをしていきたいと思います。はい、ヒカルが今ね、ゴミ捨てに行ってるんですけど、この後すぐちょっと俺が外に出ていくような格好をね、さりげなく、マジでちょっと本当にワンチャン気づかないぐらいな感じで、あ、ちょ、風俗出るみたいな感じのをちょっと言って、ヒカルが果たして気づくのかっていう、気づかなかったらちょっともうちょい攻めます。ということで、今日はちょっとまあ俺がすごいやりたかったことなんで、すごい反応がね楽しみやなっていう感じで、皆さんも楽しく見てもらえたらなと思っております。じゃあ早速ね、カメラを仕掛けてやっていきたいと思います。せーの、やってみよう。ということで、めっちゃ高くに仕掛けたので、来るのを待ちましょう。ヒカル、なんだ、ご飯どうする？ご飯？うん、お腹空いてない。え？ガチ？うん、これ食べや。何？お菓子のバナナ。ちょっとうまい。バナナ感もない。バナナ、めっちゃバナナや。匂いがやばい。すごい、バナナって書いてある。こっち寒いな、今日ちょっと眠たい、めっちゃ。なんかな、マリオでもやりたいけどな。もう全振りしたから。新しいマリオ作る。新しいやつないんかな、ゲームでな。あ、ソフトを開発する、新しく。なんかちょっと俺、飛ばしがうかな。どういうこと？なんか、ないかないかなみたいな。どこに探すのいいかな、コンビニ？うん。寝てる可能性もあるけど。それはちょっと困る。なんで？じゃあちょっと風呂行ってくるわ。待って。何？何買うの？いや、風俗行ってくる。だってコンビニ行くってじゃん。じゃあコンビニ行く？うん、いいよ。でコンビニ行って風俗行ってくる。風俗？どういうこと？いや、こっちがどういうことやろ。いや何を言ってんの？そんな恥ずかしがってる顔で。恥ずかしがってないねんけど、全く。何？どうした？どうした？こっちのせいで特大ブームだ。笑いすぎな。どうした？聞こえた？風俗。聞こえたよ。だからコンビニ行くね。うん、メインはコンビニで行く。うん。今から？だって気になるよ、その新作。まあまあ、そこまではいいけど。風俗行ってくる。なんでそんなちょっとごまかすの、それ。いや、ごまかす。自分でもちょっとさ、あ、って思いながら言うから、ちょっとごまかす言い方になるやん。え、どこでごまかしてんの、じゃあ。いや、ごまかしてる、どれで言ってくるね。いや、自分やん、それは。はっきり言ってるわ。じゃあ、言って。付属。なんだろ、その小学2年生みたいな言い方。何？いかねえやろ、こんな時間に。普通、いや、これから本番やろ。じゃあどちらかって言ったら、風俗行ってからコンビニやろ。いや、それだとちょっとメインディッシュ感強いやん。どうでもいいねんけど、メインディッシュかどうかどっちにしろ一緒やん。だってコンビニ行ってからやったら荷物持っていかなあかんやん。でもアイス買わなきゃ。まあ、行っていい今。どういう間今のは。逆にいつ行くん、じゃあ。このタイミングがおかしくない？逆にいつ行くか。今ではなくない？ヒカルがおらん時とか。もう言っていいよ。もう100歩譲って、どちらかといえば今ではないよ。なんなんその顔。どんな顔しとんねん。もう眠たいけど
あ、じゃあまあ言ってほしくはない。どうするかといえば、いやもう素直になっていいやん、そこは。なんなんこのパターン、いつも。何？何なんでヒカルがなんかヤバいみたいな。ヤバいじゃないよ、全然。ただ、だからその言っていいのか、言ってほしくないのか、ちょっとはっきりしてほしいな、みたいな。行くときにヒカルに言ったら全然いい。ガチ？うん。一発行ってきていい？一発行ってきていいっていう言い方はちょっとヤバい。それはすごい、本当に。え、だってそんな向こうもさ、仕事やん、言って。でも繋がっちゃう。繋がっちゃうかもよ、言い方。いろんなものが繋がっちゃうもんね。どういうこと？知り合いとかいるの100倍マシ。マジ？うん。あ、でも言ったらいいや。うん、ちゃんと説明してくれた。その説明がむずいわ。なんで？どういう説明それは。普通に気分転換に行ってくるっていう。気分転換はちょっと、あと頻度にもよるな。週1。あー、ちょっと多いかな。21とか。21って何？2週間に。ああ、まあまあ、そこが限界ラインやな。実家帰ってる時とかに行くとか、あれ。それはいい。そっちの方がいいやろ、今行くより。あ、そうなんや。うん。そっちにしよっかな。そっちにしよっかな。なんなんその選択肢あるみたいな言い方。え、でもそっちの方がいいでしょ、だって今よりは。まあ、そうやな。でも嫌でしょ、どっちかって言ったら。どっちかって嫌でしょ。あ、まあ、行かん方がいいのは行かん方がいいかもな。行かん方がいいかもな。うん。本当？うん、そうやな。まあまあ、そんなこんなで、うん、結構ヒカルも病んでるから。病んでないねんけど、別に。いや、でもちょっとなんかちょっと不機嫌になっちゃってるやん。そう。本当、自然と多分なってると思う。あ、無意識？そう。今、ほんまに寝落ちできるな、このまま。おい、まあ俺は行かないって。まあ、それが一番いいけどな、普通に。ちょっと笑顔取り戻ってるやん。くそわ。バリ幻覚でくそ。おい。ちょっとね、やっぱりさ、ちょっと笑顔が戻ってきたな。めっちゃ自分の希望反映されるやん、目に。いや、ちょっと本当に顔が違うね。いや、俺行かないよ。行ったことないでしょ。1ミリも表情変えてないねんけど。これからは行かない、絶対に。今日行こうとしてたやん。いや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 、うん、やってみる。で、リグル。じゃあ、それはだよ。俺はちょっと光の目覚ました方かなって思いで言っただけやから、うん、絶対嘘やん。ほんとほんと、全然行くつもりはもうぼちぼちやってない。ぼちぼち。何ぼちぼちない。うん、若いな。はい。まあ、そんなこんなで。な、そんなこんなって何マジで。え、そんなこんなって言うで知らんの。いや、全然そんなもこんなも合ってないねんな。そんなこんなで、まあ光の機嫌戻ったんで。うん、機嫌悪くないけどな。いやいやいや、もうちょっとツンツンだよね。でもいいからかな。ツンツンなんだよね。ということで、光 YouTube でした。どう出たな。ちょっと分かってたよ。寝るやん、ちょっとどういう感じこれ、ヒカタン。はい、ということで、ヒカルはちょっとね、眠さでちょっとまあ紛らわすっていう感じでしたね。まあ嫌だよね、そりゃね、本当に。はい、ということで皆さん、はい、まあちょっとまあ、照れくさいよねっていう話だよね。普通に考えて、誰が夜中の3時に風俗行くね。いやいや、行くでしょ。空いてんの3時。空いてる空いてる。あ、そうなんや。朝6時ぐらいまでやってんねん。マジ、うん、そんな時間に出勤するかも。なんでこんな詳しいねん。詳しいねっていう感じでね、仲良くやってますけどね。行ったことある？ないよ。ほんまに？いやいやいや、逆に光関係なしに。光関係なしに言ってる。うん、いやだから前、光とか前とか。あ、あ、そういうこと。ああ、ね、それはまあまあまあ、どうやろうな。だって風俗って分かんないやん、そのどこからがどこまでみたいな。え、分かるやん。はい、そんなこんなで。そんなこんな禁止。まあでもね、このね、ヒカルはね、ちょっとまあ嫌がってましたね。本当は素直に行かないでって言いたいけど、あ、そのやっぱプライドもあるから、眠さでちょっと行くっていうのは
可愛かったな。毎回ヒカルの希望をなんか盛り込んでくるよな。なんで本当はなんですけどみたいな。なんで、いやそういうことやん。まあまあまあ、おということで、まあね、ちょっとドッキリだったんですけど、はい、まあ単純に俺がちょっと仕掛けたいなって思って思いついた企画をそのままやりました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。まあこのようなご時世ですけど、皆さんちょっとね、オタヒカはみんなに楽しんでもらえる動画を頑張っていきたいと思いますので、はい、結構笑ってくれたと思いますね。何の自信。まあ引き続きまたね、俺の思考回路がね、思いついたらね、結構面白いやつやっていきたいと思いますので、はい、皆さんぜひオタヒカのチャンネル登録と高評価をしてもらえればな、お願いします、思いますということで、皆さん今日見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。ぜひヒカルちゃんちょっと照れてるやんって思った方は高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。ということで、以上、オタとヒカルでした。バイバーイ。